皆さんこんにちは。先進工学部長の田村浩二と申します。先進工学部の学部説明ということで20分ほどこれから私の方からお話しさせていただきます。よろしくお願いします。新しく、スタートするということになりますけれども、今はですね、3学科、電子システム工学科、生命システム工学科、マテリアル創生工学科の3学科なんですが、来年の4月から物理工学科、これは理学部の応用物理学科から改新されて新しく物理工学科になる物理工学科と、それから機能デザイン工学科という、そこが加わって5学科体制として新しい先進工学部がスタートするということになります。でそれぞれの学科はですね、これも今更ここで説明するまでもないんですけど、電子システム工学科は、デバイス工学とか情報工学計測、それから次世代の、インフラですね、そういうのを整備する構築する。マテリアル創生工学科では、人類文明のですね、未来を担うためのマテリアルイノベーションを起こすと。それから生命システム工学科では生命の神秘を解明しながら食や健康などの人類の QOL 向上に貢献するということです。それから新しいこの物理工学科と機能デザイン工学科は、物理工学科の方はですね、物理のその成果をですね、テクノロジーで今までにないイノベーションを創出するということで、これが新しく加わります。それから機能デザイン工学科は、これ先ほど動画でもありましたように、人の体を助ける工学ということを実現するために3つの柱で多角的にアプローチをするということになります。それで先進工学部がですね、他の理科大の学部とどういうふうに違うのかという、これ特徴になると思うんですけども、一つはですね、ここにありますように基礎科学と先進領域、工学領域がですね、それぞれ縦糸と横糸のように絡み合いながら新しいこのイノベーションを生み出していくということになります。でイノベーションというのはよくですね、日本語で言うと技術革新というふうにこう訳されること多いんですけども、必ずしもその技術だけを新しくするだけではなくって、その社会の価値とかですね、そこまで含めた新しい革新を目指すということになります。でここで、一つの考え方として出てくるのがデザイン思考ということになります。これ後で少し詳しく説明させていただきます。当然ながらこの専門科目は教育することになるんですけども、このベースになるですね、教養教育とがありまして、これがもう各学年のそれぞれにくさびを打ち込むようにですね、教養教育も行っていくというのが特徴になっております。この先進工学部を語る上では、このちょっと歴史を皆さんに知っておいていただきたいなということで、これを少しまとめました。そもそもはですね、1987年に野田キャンパスで基礎工学部としてこの先進工学部の前身が誕生しています。でこの時は電子応用工学科、それから材料工学科、生物工学科という、それぞれ IT、 それからナノサイエンス、バイオサイエンスというような、もうその当時ですね、21世紀はこういうものが中心に進むであろうということを想定したような学科が作られていました。これは長万部でですね、あと全寮制の教育を行ってたわけですね。で長万部、皆さんの場合はもう長万部には行かないんですけども、長万部で全寮制の教育をやると、もうあれですね、友達を作らないとなかなか先へ進めないという、どうしてもコミュニケーションをどうやって取っていいかというようなことを学んでくるわけですね。それが非常にこの科学を行う上でもとても大事でですね、でそういう伝統をもともとこの学部は持っているということです。2016年には30周年を迎えて、昨年ですね、2021年に先進工学部と名前を変え、それぞれ電子システム工学科、マテリアル創生工学科、生命システム工学科と名前を変えたと。で来年の4月にですね、先ほどから何度か言ってますように、物理工学科と機能デザイン工学科が加わるということになります。で先ほどその分野融合というような話をいくつかさせていただいたんですけども、先進工学部が目指している分野融合というのは、言ってみれば統合型と呼ばれるものだと思います。どういうことかと言いますとですね、
A という分野技術があって、で別の B という技術分野があったときに、これをうまくですね統合すると、これまでにないような独創的な C というシステムが生まれると。でこれを社会発信して、で社会に需要されてきますと、そこで新たな価値が創造されるというようなことですね。で例として一つはですね、この高速画像処理とかロボット技術という、それぞれ別々の分野がですね、うまく統合されることによってですね、例えば二足ロボット走行、それからじゃんけんロボットなど、こういうのが作られたという例があります。でここで大事になってくるのが、先ほどから出てきていますこのデザイン思考であったりシステム思考という、こういう考え方がとても大事になるということです。でこの学部ではこういうことをに重きを置いて教育研究を進めていこうというふうに考えています。でそのデザイン思考というのはどういうものかというのを簡単にまとめたのがこの図であります。でこれはですね、これまでのように問題が分かっているものに対する方法はまあいいんですけど、問題が分からない、社会はどんどん変わっていく中でどういうふうにそこにアプローチしていくかっていうのにを考えるときには、この考え方が非常に有効だろうということでこれを取り入れているわけですけれども、どういうことか、まずそこで何が起きているのかって、それに共感をし、でそこからですね、じゃあ問題が何なのかっていうのを定義し、でそしてそれを概念化していって、施策をしますと。でこれを検証していって、これがうまくいってるのかどうかというような、こういうサイクルを回していくことによって、未知の問題にアプローチしていくというようなことを先進工学部の一つの特徴としていこうと考えています。そして来年度からですね、すべての1年生にデザイン思考入門というものを必修化して、この辺を強調していこうと考えています。この東京理科大学が目指しているその目標というのはですね、ここに一番上に書きましたように、自然、人間、社会の調和的発展のための科学、技術の創造ということになっているわけなんですね。で、今高校生の皆さんが多いと思うんですけど、皆さんが大学入試これから受けるときに大事なことは、当然ながらより早く、より効率的に、より正確に、これはもう答えの分かっている問題に対していかに早く取り組むかという能力なんですけど、これはまあ言ってみればまあポジティブケイパビリティというふうに呼んでいいかと思います。でこれはこれでまあ大事は大事だと思うんですけれども、ところがしかし世の中がすごく早く進化していくとですね、急速に変化する複合的な世界の中で求められるのは、こういうポジティブケイパビリティではなくって、むしろどのようにでも答えが出ない、それから対処しようのないような、そういう事態に備えて耐えて、それでそういう不確実さ、不思議さ、会議の中でいることができる、そういう能力、これが実は大事になってくるだろうというふうに考えています。でこれは言ってみればネガティブケイパビリティと呼んでいいと思いますけれども、これらをですね総合したような力を大学で身につけていただくために、一つはですね、人としての良心や慎み深さを寛容するための楔形教養教育カリキュラム、それから自ら問題を見つけ最善の解決策を探っていくデザイン思考をもとにした分野融合という、こういうふうな方針で教育や研究を行っていきたいと考えています。で、先ほどから出てきているこの語学科ですけれども、現状のですね、今ある既存の3学科の少し数字を見ていただきたいと思います。で、電子システム工学科、マテリアル創生工学科、それから生命システム工学科の、これは卒業生の進路ですね、卒業生がどんな感じで、次に進んでいるかといいますとですね、3学科ともですね、進学がですね、要するに大学院に行く学生さんが半数以上ですね、マテリアルとか生命ではかなり7割8割ぐらい、かなり多い学生さんが大学院まで進学しています。それで就職する人もですね、当然いるわけですけれども、多岐の分野にわたっています。でこの辺はお手元にあるパンフレットにですね、細かい企業名まで含めて、データがあると思いますので、後でお時間のある時に見ていただければと思います。
それから現状のこの3学科のじゃあ学生の割合がどうなっているか、男女の割合がどうなっているかといいますと、電子システム工学科では男子 90%、 女子 10%、 それからマテリアル創生工学科は男子 80%、 女子 20%、 それから生命システム工学科は男子 51%、 女子 49% というふうにまあなっています。新しい学科に関してはですね、まだ情報がないのでここに載せていませんが、現状はこのようになっているということです。それからじゃあ入試のことを簡単に情報を申し上げますと、皆さんがこの先進工学部に入るためには、推薦入試というのも当然ありますけれども、それ以外に一般選抜と一般入試として、大きく4つの方式があります。で A 方式というのは大学入学共通テストの教科科目を利用するその試験ですね。外国語、それから国語、数学、それから理科ということです。で B 方式というのが、これが理科大独自の試験なわけで、これは数学と外国語とそれから理科になりますね。で理科はその学科によってですね、どの科目を取れるかというのが変わってきます。すでにもう2月4日に行うことが決まっていまして、同じ理科の科目であれば2学科まで併願することができるということになっています。例えば生命システム工学科、それから機能デザイン工学科ではですね、どちらも生物取れますので、例えば生物であればこの2学科を併願することもできるというようなことになっています。それから C 方式というのが、これは大学入学共通テストと、それから理科大独自のテストになりますね。それで国語と外国語は大学入学共通テストの点数を使い、それ以外のですね、数学と理科に関しては理科大独自の問題を使うということになります。それからグローバル入学方式というのが、外部の英語のですね、資格や検定試験のそのスコアをですね、英語の点数にして使えるという方式です。これは数学と理科に関しては理科大の独自の問題を使うということになります。このようなものがありますよということで、とりあえず皆さんにお知らせしておきたいと思います。はい、それでですね、でこれは何かと言いますと、皆さんこれから大学に行く人たちだと思います。理科大を受けたいと思っている人たちだと思いますが、これはですね、イギリスの詩人のジョン・メイスフィールド、この人ですけども、これイギリスの詩人で、有名な詩としてはここにあるSea Fever という詩を書いてますね。 I must go down to the seas again という、ここで始まるこういう詩を書いた人ですね。でこの人が言ってるんですけども、これなんでこれが有名になったかっていうと、アメリカのケネディ大統領がアメリカの大学の卒業式でこのメイスフィールドがこういうことを言ってますということをスピーチしたことで、これが有名になったんですけども、何を彼が言ってるかというと、この地上において大学ほど美しいものはないと言ってるんですね。でそれはですね、ただ単にこのキャンパス非常に綺麗ですけども、キャンパスが綺麗だとか、緑が綺麗だとか、壁にツタがこう絡まっててそれが綺麗だとか、そういうことではなくって、それは大学とは無知を憎む人間が知識を得るために努力して、それで真実を見た者がそれを他に知らしめようと努力する場所であるからだということを言っているわけです。だから皆さんが大学に入るということはこういうことだと思うんですけれども、それで一方でですね、この国連がですね、SDGs ということで、皆さんも最近よく耳にする言葉だと思うんですけれども、持続可能な開発目標ということで、2030年までに世界をこういうことを解決していきましょうということで、目標が17 の, ゴールが決められたわけですけども、これらを進めるためにはもう自分の分野だけにこだわってちゃいけないわけですよね。だからまさにこの辺をですね、進めるためには分野を融合して連携して、そして進めていくという先進工学部のようなですね、ものが必要になってくるでしょうと。でそこで大事なのはやっぱりですね、この学問を他の人とこうですね、学んだものをこう知らしめて、どん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 これを積み重ねていける場所であるという、そういうものが大学ですよということを言っているので、これは非常にですね、だから先進工学部の理念とも合致しているのではないかと思って、ここで挙げさせていただきました。
で、最後にですね、これはですね、皆さんの先輩、皆さんのというかこの先進工学部の現役の学生とか、かつて その基礎工学部の学生たちの生の声ですね。これはまあ一部しかこれ載せてないんですけれども、このようにですね、この学部に来てどうでしたかとか、どういうことを学びましたかと、今何頑張ってますかというようなことをこれ書いてもらった。皆さん非常に満面の笑顔でここに登場してくださってるんですけども、どの方もですね、非常にですね、ここの学部に来てよかったですねみたいなことを書いてくださっています。なのでこれはですね、皆さん、これもですね、皆さんにお配りしたそのパンフレットの中にリカリカというのがですねあるんですけども、そこから取ったものですけど、こういうたくさん皆さんのその先輩の情報がですね、アクセスできますので、こういうのも参考にしてもらってですね、ぜひこの学部はいいなということを皆さん体感していただければと思っています。最後に私からの一番のメッセージはですね、ここですね、桜の咲く頃にですね、皆さんと、ここでまたお会いできれば非常にありがたい、嬉しいなと思っています。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。